チューブでーす。ノリノリアボーです。これ見ればわかるでしょ。久しぶりの野球でございます。野球野球といえばこういうね、空き地みたいな。全然空き地じゃねえ。バリバリアスファルト。バリバリだけど本当にね、今日ノリさんすごいね、モリモリがありますから。だってノリモノってノリのモノマネ略して乗り物乗り物、あ、乗り物乗り真似の方やね。じゃあ乗り物をね、乗り物やっていきましょう。はい、やろう。よし、本当にクオリティ高いからマジで、多分みんなも当ててみてください。回答をこの二人にしてもらって、初心者が分かんなかったら、まあ、僕が答えると。なるほど。僕絶対分かっちゃいますから。はい、さっそく先に僕がデモンストレーションで潜在やらせていただきます。お、いいね。始球式的なね。始球式です。はい。やっぱりね、野球やってたらね、これは特徴的。これは癖があるね。あー、すごい特徴的。わかりました。あれや、わかんないこの人間とは思えないスイング。そんなスイングするやついいの。なんかね、左肘がもすぐんこんなんだった、こんなんだった。こんなんなってるのフォローする、こんなの。意味わかんない。打撃理論が意味わかんない。打撃理論、草。じゃあ回答お願いします。コレラです。正解。すごいね、もう当たり前のようにわかんない。じゃあ次いきまーす。はーい。あれ、バスター。こんなやついるの。大道芸人分かったけど、バカにしすぎや。そんなバーサへん。誰でしょうか。練習中の小笠原ですよ。正解。ジータスの小笠原でした。もう右手しか使ってない。これはもう有名ですね。あー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 
うーわうまっ。さあこれは恭平さんもた松井じゃないです。松井左バッターです。お、恭平さん中村のり選手。おー、すごい恭平さんすごい、すごい、ね、結構当てるね。これあの全盛期の中村さんですね。足クロスしてるのはもう全盛期ですから。続いて5番。うわうまっえぐっこれむずいかな。恭平、恭平たちに超似てるよ。ちょっと分かんない分かんない。タボさん、福屋、福屋、福屋、誰誰、福屋、福屋のとっさん。お前それパワフルズだからそれそれパワフルズの4番だから。じゃあ僕いきますね。西武時代の中島選手。ペバーン、ね、一番来てた時ね。じゃあ続いて6番。すごい、全部当ててるね今のところ。あ、うわ、やばいの来た、やばいの来たぞ。うーわ、安倍晋之助。うるせえな。うわ、完璧。これが中田翔。正解。日ハムの4番中田翔選手ですね。じゃあラストちょっと難しいですよ。お、ラスト、ラスト激ムズということで。なに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 、平重心すぎない。え、誰だ。違うんですよ。え、あれこれめちゃめちゃ軽視点。外人人いる。え、これいますね。 A ロットだ。 A ロット。 A ロットじゃないです。メジャーでしょ。いや、プロ野球です。回答は2011年の中田翔。わかるかー。細けこんなに変わるやつおる。細か、全然違うじゃん。以上が、モノマネ芸人のモノマネということで。えい、クオリティ高いよ。似てるよ。ピッチングも結構できるみたいなんで。そうですね。皆さんが高評価してくれればまた次につながりますよ。お、
皆さんお願いします。野球モノマネ面白かった人はぜひチャンネル登録高評価お願いします。お願いします。うまいです。野球好きにねちょっと褒めてもらいたい、ね、そうだね。野球好きの人はやっぱ SD 多分多いから、これできねえのとかあったら、あ、そうだね、結構マニアックなとこいけると思う、うん、まあ一番俺がねジータスのマニアックだと思います。